ねえ。ですが、ちょっと、いつもとは違う子供の日になってしまっていますでしょうかね。なかなかね、外出ができない、こういう状況ですけども、今日はですね、なんと、浦和レッズの選手、そして、まあ、OB 選手、OB の方を集めてですね、いろんな話をしていきたいなと思います。なので、多分、子供たち、そして、まあ、お父さん、お母さんと家族で、見ている方もいるかもしれませんので、ちょっとね、どんな風になるかちょっとわからないですけども、盛り上がっていきたいなと思います。今日は浦和レッズの選手、そしてまあ OB、午前午後ということで、2部制に分けて、登場しますので、ぜひ楽しんでください。それでは、早速始めてまいりましょう。一人ずつ紹介したいと思います。まずは、この方。浦和レッズ10番、柏木陽介選手。いきなり背中からアピール。柏木選手。ああ、いいですね。背中で語る男。よろしくお願いします。お願いします。よっ大し丈ゃ。夫？ああ、いいですね。ちゃんともう下もユニフォーム着てるんだね。靴下まで履いてる。ああ、いいね、いいね、いいね。え、洋介今どこにいるの？仙台います。あ、仙台、奥さん実家に。はい。ああ、なるほどね。そっかそっか。じゃあそこからよろしくお願いします。お願いします。はい。さあ、続いて、この方、長澤一輝選手。あれ？どこだ？どこだ？現れないぞ。現れないぞ。現れた？俺の画面には現れないぞ。俺の画面にもああ、来現たれ来た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 。た。来た来あ、た。こんにちは。こんにちは。よろしくお話願いしす。まよす。ろよろししくお願いく。します。これ長澤選手、これ横にはできないの？あ、できます、できます。横の方が多分ね。消えた。なってない。ああ、なってなってなって。オッケーオッケー。大丈夫ですか？ああ、大丈夫です。大丈夫です。え、これ長澤はどこにいるの？今。これ実家です。あ、実家。そっか、千葉千葉のの方実家ね。にいま千す。葉の実家はい。で。そっか。なかなかじゃあそこから外出してない感じね。そうですね。ゆっくり、田舎ですけど、ゆっくりしてます。いいですね。さあ、続いては今度、レッズの OB になります。お、誰だ？OB ね、お父さんお母さんはね、当然知ってると思うかもしれないですけども、子供たちはね、やっぱちょっとわかんないことがあると思うのでね、紹介したいと思います。室井一恵、ハートフルクラブのコーチお、でーす。じゃあ、いっちゃん、いっちゃん。こんにちは。声聞こえないよ。大丈夫？ちょっと。聞こえましたか？ああ、聞こえた、聞こえた、聞こえあ、た。よろしくお願いしよろましくおす。願いしましーす。よろましくお願いす。します。ねえ、室井は、そっか、またハートフルのコーチだもんね。そうです。ハートフルも今、活動できないんだもんね。今自粛中で、ちょっと今活ね動できませんね。はえ。そうだよね。さあ、そしてい。もう一方。ね。はい。酒井智之。今、U11 のコーチです。酒井智之お、ともちゃさん。ん。ともちゃん。ゴールデンエイジ。よろしくお願いします。あれ？ともちゃん聞こえる？ミュート、聞ミこューえト、ない。ともちゃん。ああ、はい、これで。はい、あこれれで。聞こえた。あ、こんにちは。お願いしはい、まよろしくお願いします。す。よろしくお願いなんしかまね、す。お願いします。操作が微妙に分かってないっていうね。しょうがない。そういう世代だから。ね。で、改めまして、皆さんよろしくお願いしまおす。願いしお願いしまます。す。お、洋介のとこのワンちゃんね。何よ。ケンちゃんなんだっでけ、名前。す。ケンちゃんケンでちゃん、す。ケンちゃん。10番でケンちゃケん、ンちかゃんわでいい。す。ああ、なるほどね。おー。さあ、とりあえず、まずは、わからない方がいるかもしれないので、室井家、ハートフルクラブコーチ、ちょっと紹介したいと思います。ね。わ、なんかすごい写真出てきたよ。おお、懐かしい。お、ちゃんとしてる。まあ、埼玉県浦和市出身ですからね。はい、まあ、今のそうで埼す。玉市の桜区になりますか。南区かな？あ、南区。じゃ、これ原稿間南違えてますね。南区出身区。のディフェンダーです。スマートラーズからキャリアをスタートして、7シーズン鹿島でプレーして、浦和レッズに移籍。まあ、2000年シーズンだから J2 の時だよね。そうですね。ちょうどね。J2 の時に、はい、入りました。落ちないと思って、はい、来るつもりだったんでしょ？落ちたのを助けたいと思って。ああ、なるほど。はい。そうか、そうこうか。戦それ力がになれね、ればと。はい。退場につながってるんだね。小学は生のい。時。はい。まあ、2007年で現役を引退されて、現在は、
浦和レッズハートフルクラブのコーチとして活躍中ということで。はい、そうですね。まあ、ハートフルクラブ長いよね、もう結構。もう今年で13年目ですかね。そんなやってる。はい、長くやらせていただいてます。でもね、あのハートフルクラブ、僕もこう子供たちと触れ合うことがあると、ハートフルクラブ あのユニフォームを着て、ね、サッカー機を作ることがいるからね。あ、本当ですか。うん、ああ。いる。やっぱりあのそこら辺こう歩いたり車で運転してたりしててもあの見かけますからね、来てる子とかって。うん、はい、いいだよね。はい、まあ、そしてあの後ろにあるスポーツオーソリティ、ヨノフード、電気地、ね、藤島建設と、この辺のね、はい、スポンサーの方たちがサポートしてくれてるんですよね。そうですね、もう僕が、ハートフル、入らせていただいた時から、応援してくださってるパートナーの方なので、うん、本当に日頃から、感謝感謝です。ありがとうございます。ね、本当ですね。まあ、僕もね、いろいろ協力させてもらってますけども、まあ、今後ともね、はい、よろしくお願いしますということです。さあ、続いて、酒井智之、浦和レッズ U11 の今、現在コーチですけども。はい。じゃあ、お願いします。さんは埼玉県三郷市出身なのね。あ、そうです。はい。で、まあ、でも、小学校2年生までですね。2年生まで三郷にいて、その後は、あの、東京の練馬区の方に引っ越しました。お、そうなの。はい。まあ、出身は、まあ、はい、ちっちゃい頃はもう、あの、三郷でいましたよ。なるほど。で、はい、ジェフの千葉のユース、ジュニアユースからだったの？あ、ジュニアユースからです。あ、千葉まで帰ってました。あの、東京か、練馬から。あ、そうなんだ。はい。はい。まあ、ジェフ千葉からもキャリアをスタートして、2004年から2007年の、まあ、浦和レッズのね、数々のタイトルを取った時に、シーズン活躍しました。あとは、まあ、インドネシアリーグとかも行ってね。はい。すごい、なんか、東南アジア行ってたよね。そうですね。インドネシアは3シーズン行ってましたね。はい。結構その時の、あの、いろんな思い出が、まあ、いい思い出、悪い思い出いっぱいありますけど、結構盛りだくさんですよ。はい。あ、じゃあ今日はその悪い思い出を聞かせてもらいたい。放送できるかな。そして、まあ、現在は、まあ、ハートフルクラブのね、コーチもやってましたけど、はい、今は U11 のコーチ。はい。ジュニアの。はい。そうですね。5年生以下ってこと、まあ、5年生だけです。U11 の、はい。あの、5年生を今年は、うん、はい、担当してますね。はい。まあ、育成に来て3年目なんですけど。はい、はい、はい。1年目は同じ U11 を見てまして。うん。はい。で、去年はジュニアユースのコーチ。で、今年またジュニアの方に戻って、うん、はい。やってます。なるほどね。あ、それは。降格、はい、あ、降格ね。降格したの。あ、ともちゃん。能力的に降格っていうことでいいですか、ともちゃん。いや、それはね、ちょっと間違った理解だね。降格とか、特にね。学年はこう、うん、学年はまあ下になってるけどね。うん、別にそういう捉え方は、あの、しなくていい。そうか、そうか。え、これ、今、柏木と坂井、室井は、面識ある？はい。はい。はい。長澤はどうですか？僕、室井さんは初めましてです。ね、そうですよね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。酒井さんは、僕、うん、僕、バリに旅行に行ったときに、現地で、酒井さんの知り合いを見つけて、で、なんか、だから、行った先で仲良くなった人が、酒井さんと仲良かったっていうパターンで。だから、まあ、なんとなく知ってます。けど、あ、そうですね。人を介してね、はい。そうですね。まあ、インドネシア、バリ島はインドネシアなんで、はい、うん、僕もあのバリ島にはよく行ってて。喋、はい、れんでしょ、ともちゃん。言葉も。喋れますよ。インドネシア語ね。すごいよ、はい。自己紹介してみて。はい、自己紹介、な、うん、生さやさかい。テリマカシー、さまさまとかね。そう、長澤君知ってるでしょ。テリマカシー、さまさま。本当かどうか分かんないところだね。分かんない、分かんない。うん、あと、そうそう、今日はツイッターで生配信してるので、ぜひ皆さん、リツイートしてください。ツイッターやってないのは室井でしょ？いや、俺もあれなんですよ。やってない。やってない。やってないな。やってないの？ツイッター自分のあれないんですよ。うん、あ、そうなんだ。うん、今これ出てますけどね。叩かれすぎて、あれの、なんかわからないですよね。なるほどね。はい。そうか、そうか。こうなってんだ。室井は、はい、ツイッターとか見たことある？本当にないかもしれない。
ツイッター知ってる？知ってる、知ってるけど、本当にあんま見たことないツイッターは。だけど、うんうん、それ以外は、はい。ありますよ。なるほどね。そっかそっか。まあ、今日はこうやってツイッターを生配信しながら、あとはこれ YouTube で、ね、後日なのか、後ほどなのかわかんないけども、浦和レッズの公式の YouTube でもアップされるので、この動画はね、見れますから。はい。チェックしてください、皆さんね。午前の部の方が面白かったって言わしたいですからね。そうだね。うん、確かに。そこまで意識していった方がいいかもしれないですね。うん、まあ今日はね、子供の日ということで、ね、皆さん、まあ子供の頃当然あったと思いますけど、いつからサッカーやってた？例えば、洋介は。まあ俺、ボールちゃんと蹴り出したのは5歳とかかなって。でもチーム入ったのも1年生で入ったかなっていう感じですね。はい。年生か。うまかったんですよ。でしょうね。小1の時も150回ぐらいリフティングできてたんで、へえ、はい。まあまあ、うまくないですかって。うまい、うまい、うまい。え、長沢は何年生やってんの？僕は、家の前の空き地で、なんか、お父さんがサッカー教えてるみたいのに、4歳で入って、うん、で、まあ、ヨスケ君と一緒で1年生から、地元のサッカークラブ入りましたけど、僕、小学校5年生でリフティング10回しかできなかった。はい、これ。多分下手だった、多分。今はできるでしょ、もう十分。今は150回ぐらいできる。でもリフティング100回以上って俺もできなかったかもしれないな。室井もできないでしょ。そうですね。いや、できる、100はできる。でも小学校の時ね、まあ、室井はまあ俺とはあんまり世代変わらないけど、うん、ね、リフティングはモモでやる方じゃなかった。モモでやった。モモの方がきついのにね。そう。モモだよ。だ基本モモだよね、最初ね。そうだね。うん。面積が広いからね。ああ。そうそうそう。回数増やせるってやつね。うん、当たって。そうそうそう。そうそう。うん、だからなんか、ほら、足技とかね。うん、今みたいな知らないよね。俺、プロになってから知ったもん。うん。今ちっちゃい子、小学生なんかみんなすごい上手いですよ。リフティング技とか。うんね、僕もできないですけど、うん、はい。だから映像を見れるから。うん、そうですね。それ大きいですね。うん。だから、はい、で、多分、洋介とか、長沢も含めて、ああいう技っていうのは、選手たち同士でやったりするの？それはないね。得意不得意あるじゃん、やっぱり。みんな、そのリフティング、技とかじゃなくて、ほら、うん、遊びでやるじゃないですか、うん、その、うん、1、2、3の。はいはい。はいはい。だから、技見せ合うっていうのはなくて、今、だからこのインスタの、うん、このコロナの状況になってから、うん、めちゃめちゃみんながリフティング上げてるじゃないですか。うん、あれ見て、ちょっとこっそり一人で練習してみたりやってるんですか。でも、やっぱ股関節硬いんで、うん、基本ほとんどの技できないんですよ。洋介なんかできそうだけどね。うん。いや、回したりとか、普通に1、2回できるんですけど、うん、なんかみんな、すごい組み合わせてくるじゃないですか。うん、はい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 。うん、あれ、なんなんって思うんですよ。確かにね。小野伸二はうめえなと思うもんね、やっぱりね。ああ。今度はもうちょっとタッチが違いますね。うん。もう。だってこの前も、その、ズームで、平さんのやつやってたんですけど、そのネットにもなって。その中でも、ヘディングとかしてましたよ。変な中で。みんなやってんのに。そうだね。家の中でリフティングするっていうのが基本的に考えられないの。ね。スペース必要だよね、なんかね。そうなんですよ。広くないとできないんですよ。でも今のね、子供たちそういう動画とか見ながら多分家の中でやったりしてんのかな。じゃないですかね。でも、小さい時、どんな練習してた？柏木、長沢あたりは。小さい時、まあでもリフティングやってましたけど、うん、なんか、あんまりこう、技というよりかは、小さい時下手くそだったんで、落とさないようにっていうのは意識してましたね。とにかく落とさないように。はい。俺は変わって、でも自分、ほんまにサッカー好きやったんやろうなと思うんですけど、うん、なんかまあリフティングとかも服脱ぎながらとか、階段登りながらとか、
キックにしてもやっぱ勘とかどっかいろいろゴールの上とか置いたりしてそこ狙ったり、リフティングしながらそのバスケットゴール入れたり、っていうなんかまあ、なんか自分でアイデア出してなんか、いろんなものを使って遊んでたかなっていう。まあ一人での練習って結構みんなそれなりに工夫してやったと思うんだけど、ともちゃんなんかどんなことやったの？僕は、まあ、小学生時代、練馬に住んでたので。さっき聞いた、それ。光が丘公園っていう、すごい大きな公園がありまして、まあ、そことかでもよく芝とかもあります。そこで自分で練習したりとか、あと壁もあるんですよ。壁だと一人で結構、壁打ちとかで、うん、さっき、柏木選手言ったみたいに、ね、なんか目標立てて、ここを狙ってやろうとか。なんかそういうので、一人でなんか黙々とやってましたね。もう、なんか学校終わったら毎日やってましたね、僕。小学生の時は。室井は？は、僕は実家の近くに土手があるので、やっぱりそこに、空いてるスペースで、なんだろうな、だから、植え込みのところをドリブルしたり、あとは近くの工場で、壁に向かって蹴ったりとか、ぐらいでしたね。まあ、壁には蹴るよね。壁があるから、うん。今怒られちゃうそうだもんね、壁にボール、うん。ダメでしょうね。公園もだって今ダメじゃないですか、基本的には。ダメなとこ多いですね。そうか、そうか。だからまあ、今まあこういう時期だし、外にもあんま出るなっていう感じだから、やっぱり家の中でリフティングが一番いいのかな。ちょっともう机とかどっかってやるしかないレベルですよね。あんまり普通の硬いボールじゃなくたっていいしね。そうですね。柔らかいリフティングボールみたいな。はい。そうだよね。テニスボールともできるし。そうだね。だそもそもほら、今、ボールがいいじゃない、だって、多分、室井とか俺の時代ってさ、昔のボールって、カリボールね。と、手縫い。手縫いなんだけど、膨張してくんだよね。そうそう。水打ったらめちゃめちゃ重たいやつですね。そう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 。だ雨の日試合すると、脳震盪起こすんだから。いや本当にそうだよね。ね。うん。だから、今は。ギリ俺らまでそれありましたよ、小学校まで。あ、そう？うん。だ今はボールを、だから、ね、水弾くし、あんまり重くなるっていうのは、小学生でもないもんね。ゴールもね、軽くなりましたしね。あ、そうそうそう。昔のもう、重いし、硬いし、もう。そうそうそう。今、運べるもんね、4人ぐらいだったらね。いや、そう。運ぼうと思ったらね。はい。昔はだってゴール運ぶのも、チームメイト全員で運んでたからね。絶対ですね。だから今のほら、レッツなんの、はい、あそこで、レッツが始まってきた時はさ、練習してたわけですよ。うん。ボールで、ゴールも簡易的なゴール、重いゴールはみんなで運んで、で、軽いポールのゴールがあって、キーパー練習だったんだけど、それは逆に風が強くて倒れてくるっていうね。そこ倒れてきたときに、あーって言って、土田久志さんの頭の上でこう打てるっていう。そんな状態だったからね、もう今のね、列の選手たちはもう、グラウンドももう素晴らしいし、ね、室井ね。いやー、全然違うよね。僕が入ってきたとき、まだ、プレハブでしたからね。はい。だからね。ともちゃん来た時は？まだ、そう。僕は2004年からなんで、もう新しく、クラブハウスの時ですね。その、ジェフにいた時は、練習試合で大原を来たことはなんか覚えてて、昔のとこも一回行ったことありますね。はい。そっか。まあでもあそこ、ね、大原、ね、皆さん行ったことある人もたくさんいると思うけれど、昔はさ、塀っていうか、何？ゴール裏とかにこう網あるでしょ？フェンス、フェンスか。フェンスの高さが、一番下のフェンスの高さしかなかった。あ、だからあれですよね、ネットの裏にあるあの高さってことですね。そう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 。今こうネットあるでしょ？ゴール裏とかに。だシュート打つと、上、向こう行っちゃうんだ。外すと。だから低く打てって。ボールを低く、シュート低く打てってやってましたね。上手くなりそうじゃないですか。そうそう。答えていけるのがね。だから裏行っちゃうと、最終的には水上が取りに行く。血だらけで帰ってくる。フラワレット名物ですか？
そう、もう本当あそこ、まあ大原もそうだけど、ね、環境はね、変わったなと思うけども。最高です、大原は。ねえ。はい。まあ、小学校、柏木がいくつの時に J リーグできたの？小1っす。あ、小1か。はい。じゃあ、だからそんなに、ちょうど本当に将来の夢はって聞かれた時にも、プロサッカー選手って言える、J リーガーって言えるレベルでしたね。なるほどね。長澤はいくつの時だったの？あれ、1992年でしたっけ？ 3 年でしたっけ？ 3 年。うん。3年。あ、じゃあ、2歳とかですね。ああ。そうだよね。はい。そうだ。そっか。ともちゃんが中学生ぐらい？僕、中学2年生ですね。中学2年。はい。はい、もうその時からはっきり、僕も覚えてます。中学2年生の時に、もう J リーガーになりたいっていう。ああ、はい、そうか、そうか。え、室井は？僕、元年なんですよ。93年が1年目です。あ、じゃあもう、アントラーズ優勝した時だ。あ、そうそう。だから、駒場で。うん。駒場競技場で。はいはいはい。はいはいはい、あれ来てたの？駒場に。あれは僕、メンバーに入ってなかったですけど、全員で行きましたよ。へぇ、はい、そっかそっか。あれだって、アルシンドもジーコも出てなかったんだよね。あ、そうだったっけ？そうそう。だけど、あ、そっか。そうそう。だけど、2-0 で普通に負けるっていうね。水田もいたの？その時。その時、俺は3年目で、ちょうど J リーグデビューした時。ああ。に出れるようになって、だからね、ファーストステージ、鹿島アントラーズが優勝したの。うん。うん、でその時、駒場でレッツが負けたのね。は、う、い、んうん。セカンドステージ、ベルディが優勝したの。は、う、い、ん。で、国立競技場で、うん。レッツが対戦相手と。すごくない？で、それも負けた。負けた。4-0 ぐらい負けた。前期、後期、両方とも優勝決められるってさ。いいとこまでだね、言ってたね。いや、もう、いやいや、もう、だって、ファーストステージ18試合で3勝だよ。うん。セカンドステージ5勝。超弱いよね。当時は。だそういう状況だから、俺も出れたのよ。要は、まあ、怪我人がいたりとかね、うん。俺が出てるレベルですから。いやいや、よかった。いやって。福田さんがいたらそうだろって言われるんだけど。まあでもそんな時代ですからね、多分、今の子供たち。レッツって何とも思ってなかったかもしれない、その時。そうだろうね、神戸もないしね。やっぱ、やっぱり、ベルディ。あ、ベルディか。ベルディ、やっぱアントラーズはかっこいいなって思ってたかなって感じですね。そうだね。俺もベルディかっこいいなと思ってたもん。やっぱカズさんかっこよかったっすもん。かっこよかった。はい、俺今でも開幕した時の音楽聴くと興奮しますよ。あのね、開幕しますってやつね。はい。はい、マジで興奮します、あれ。いいね。そっか。でもまあ、今、だから、多分、今の小学生のお父さんお母さんとかが、多分、俺とかと同じぐらいの世代なんじゃないかなと思うんだよね。だから、まあ、室井もそうだし、ともちゃんぐらいだとちょっと、ね、あれかもしれない。でも、ともちゃんも含めて、ともちゃん 40? いくつ ?40 か。はい、40でしょ。はい、今。はい。そうそう、だから、そのぐらいの世代のが、お父さんなんだと思うんだよね、今ね。お父さんお母さん。だから、ハートフルなんで、そうでしょ、室井。子供たちに連れてくるのも。うん、いや、そうですよ。だし、もう僕より年下のお父さん、ね、お母さんがもう多いですからね。はい。見てましたって言われるでしょ。あ、言われますね。ね、はい。まあさっきね、ちょっとちらっと話したけどもね、室井の退場したシーンっていうのがね、まあこれ後で話そうかな。うん、せっかくだから。そんな退場したんだ。そう、すごい退場の仕方があったんだよね。ちょっとね、ここら辺でね、お知らせもあるんですよ。今日はですね、クラブからお知らせがありまして、こちら。あ、いいですね。いいタイミングになりました。浦和レッズオンラインショップで5月5日、まあ、今日子供の日ですね。今日と明日の6日、振り返り休日の2日間で、スペシャルセールを開催しています。よ、ベビーグッズとか、あとはキッズ向けですね、の対象商品20アイテム。30% オフのお買い得価格となっております。我慢強くステイホームを続ける子どもたちへのご褒美として、レッツグッズのプレゼントはいかがでしょうか。ぜひこの機会を探して、あ、本当だね。
こういうの、なかなか見ないよね。見ないですね。うん。確かに。ね、レッドボル選手とかね、行って、行けばまあ置いてあるんだけど。うん。でももうほとんどのベビーグッズ含めて、何でもあるでしょ、うん、多分商品としては。うん。ね、マグカップも当然そうだし、筆箱みたいなのもあると思いますしね。ぜひ皆さん、30% オフになってますから、オフィシャルサイトの方で、オンラインショップでご確認ください。ね、これ皆さん、長澤以外は全員お父さんですか？パパですか？そうです ね。はい。はい。ぜひ、プレゼントで買ってください。はい。はい。わかりました。買って逆にプレゼントします。僕がみんなに。あ、ありがとうございます。なるほど。すいません。ファンの時ね、もう店にもうプレゼントしまくりたいです。もうこれもつけてるやつもプレゼントしますんで今日。おお。ああ。じゃなんかあったんで。うん。これでも選手ほら今ユニフォームもそうだけどさ、番号決まってるじゃない。はい。俺らの時代はさ、背番号が決まってなかったんですよ。Jリーグが始まった頃って。はいはい。はいはい、ね、だからユニフォームももらってないし、うん。グッズとかも何にもないからね。うん。うんうん、ポストカードがあったぐらいですかね、うん。今だってほら、いろんなグッズ出るじゃない、自分の。あ、でもいいじゃないですか。この頃の方が、いろいろと。そうだねって何が。まあ、いいこともたくさん当然あったけどね。そうですね、やっぱり。憧れさ、その時期にやってるのが一番憧れだったっていうのはありますからね。まあまあまあね。うん、ただね。すごかった。いやいやね。まあ、終わっちゃうとね、まあ、選手の時が一番幸せですよ。ね。そうですね。みんないます。引退して、そうそう、みんないます。そう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 。だ今そんなね、そういう話をちょっと今していきたいと思うんだけどさ、まあ、今回あの、OB と、まあ、現役っていうところで、だから長澤が今26、7。8です。28か。28だから、だからマックス、俺が、どうだ、20ジャンク違うわけだよね。だこれはもうジェネレーションギャップはあっても仕方のないことだけど、うん、どうなの陽介とかから見て、はい、じゃあそうだな、今の、例えば橋岡とか、小木原とか、はい、まあ今年の入ってきた選手たちとかっていうのは、やっぱりちょっとギャップを感じることある？そうですね。なんかもう、こう、まあ、俗に言うゆっとり世代って言われてる世代、うん、になるのかな。でも、やっぱちょっと違いますよね。今までの先輩後輩っていう関係ではやっぱなくなってきてるかなっていうのはありますけど。いい意味でも、現代っぽいというか、まあ、ちょうど橋岡とか一回り違うんですけど。はいはいはい。まあ、そうですね。なんか、生き生きしてますよね、なんかね。あ、そう。その間にいる長澤的にはどうだろう。こう上の、まあ、陽介たちのぐらいの人間と、まあ、若い子たちっていうのは。なんかやっぱ、まあ、陽介くんもそうだし、上の先輩たちは、なんて言うんだろう。本当にこう、先輩って感じ。先輩って感じで、うん、まあ、後輩をすごくこう、可愛がってくれるし、後輩たちはなんか、また先輩になった時どうなるのかなっていうのはすごい気になりますけどね。ちょっと、先輩後輩の関係がなんか変わってきそうな。ああ、やっぱその辺は時代とともに変わってきてるのかな。確実。まあでも俺も今、いっちゃんとかともちゃんとか言ってますからね。まあそうだ、ね。確かにね。その頃からしたらね、変わってるかもしれない。でもまあサッカーって意外にその辺は、特に社会人になっちゃったら、ね、プロになったらフランクなところはあるよね。まあそうですね。でも、ともちゃんなん、会った時とかはちゃんとしてますからね。うん、そうだよね。とも、うんうん、ちゃんも、あれでしょ？高校生の時から、もうジェフで試合出たでしょ？高校3年生の時ですね。はい。から、まあ僕もクラブ育ちなんで、うん、クラブ育ちからっていうからわかんないですけど、うん、やっぱその上下あんま関係なく、だ僕大人になってからも、うん、まあ、室井さんとか、失礼なことで、つくなんから言ってるかもしれないですけど、まあ、上下関係なく、まあ、下からもそういうふうにね、指をともちゃんとか呼んでもらえるのは、嬉しいです。うん、やっぱ、はい、うん。関係なくやってます。で、ジェフはその時、監督誰だったの？
奥寺さんかな、僕は高校生の時は。ああ、そうかそうか。奥寺さんとか、はい。で、あとは、その後、ヤン・フェルシュライエンさんっていうのが僕の1年目か。フェルシュライエン。はい。オランダの、はい。奥寺さんにも奥とか言うわけ？言えるわけないです冗談でも言えないですよ。冗談でやめてください。そうだね。長沢的には千葉じゃないですか、出身が。はいはいはい。はい。こう、坂井智之の現役は知らないの？そこまで知らないか。そこまで知らないか。知らなかったですね、僕。はい。あの、ゴールデンジュン。そうだね。なんせあの、バリの坂井さんっていう。そっか、バリの坂井さん。じゃワールドユースワールドユース、優勝してんだけどね。うん。スタメンっすよね、ともちゃんね。ワールドユース。ワールドユース、スタメンっすよね。スタメン、スタメン、もう全部スタートでさ、全部、もう全出場。全時間出場。だってトルシエ、マジシエ、静岡だよね。はい。トルシエの静岡だよね。あ、そうですね。はい。息子でしょ？はい。ドルジェンさんに疲れてましてですね。ね周りと比べると、もうテクニックはもう全然ないんですけど、もう運動量でカバーしました。運動量。なんで運動量か。運動量でも、もうそこでしか生きていけないなと思って、あのメンバー見たら。えげつないですよ、あのメンバー。いや、すごいです。すごいです。はい。え、長澤、ゴールデンエイジはわかる？の人たちって。あの、小野伸二さんとか、あの、そう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 。あは、なんとなくあります。はい。そのなんとなくの中のなんとなくの酒井くんです。あ、いらしたんですね、あそこに。そうそうそう。うん。いらしたんだよね。一回、あの、中澤くんとはフットサルもね、フットサル一回やったよ。はい、やります。それが多分一番最初かな。はい。ああ。はい。ケチョンケチョンにやられましたけど。年末です。もちろん。はい。バリの坂井さんね。バリの坂井さん。そうだね。だから、俺なんかはさ、まあ、室井もそうだけど、J リーグ始まった頃からずっとこう J リーグを、まあ、やってきたし、見てきてるからね。なんかこう、なんだろう、つい最近のことなのに思っちゃう年頃だけど、今の若い選手からしたらね、知らねえよって話ばっかだもんね。そうだよね。うん、本当に。だからさっき僕が、あの、初年度、だからプロ入りたての頃に、うん、ね、洋介が、小学校だっけ？小1です、ね。そうだよね。で、ね、長澤選手が2歳で、ともちゃん2歳でしょそういうふうになんかこう捉えると、本当差を感じる、年の差を。そうね。うん。でも今6年生の子は、うん。例えば6年後ぐらいはもう J リーガーになってる可能性あるし、そうっすね。ね、ともちゃんなんかね、17歳とかでしょ高校18歳でね、はい。もうプロデビューしてるわけだから、そこの、中学、高校はやっぱ早いね。この6年間ってすごいね。うんうん。あまあ、大人になっちゃえばね、あれだけど。だからさっきね、そうそう、長澤にちょっと面白いことを教えてあげたいんだけど、まあ、このね、はい、あの、初めましての室井一栄さんですよ。はい。2000年に浦和レッズに入りました。その年、J2 です。はい。で、あれ最終戦だよね、決めたの。最終戦。ね。最終戦で V ゴールが決まって、レッズは昇格が決まったのね。はい。で、駒場スタジアムで、トスだよね、あれね。トスとやってて、ね。こう、はい、裏抜けられたんだよね、フリーでね。そう、そう。ね。それをディフェンス室井くんは、ガツーンって引っ掛けて、はい。退場するっていう。いやいや。その言葉だけだと、なんかこう、美学がないというか、なんつうんだろう。雑な感じがしない水井さん。あれ、PK だったんだっけ?PK。そう。あの、時どういう思いだったの室井は。いや、だから、裏抜けたんだよね。裏に抜けて、で、うん、まあ、みんな、選手を経験してるし、現役の選手もいるから、わかると思うんだけど、うん、後ろからタックル、追いかけてる時って、いろいろ走りながら考えるんですよ。行って、行くか、体当てるかとか、いろんなこと考えながら行ってて、で、少しボールが、ちょっと前に出たから、僕は自信持って、あ、これいけるなと思ってやったら、後ろから足を出したら、うん、まあそのまま一発退場だったって感じですね。うんうん、それが、同点じゃダメだったんだよね、水さんね。勝たなきゃ、昇格できない。へぇ、うん。で、その PK は入れられたんですか？入んなかった。外したんだよ。へぇ。いや、でも、だから、
チーム作ったってこと、それある意味。そうそうそう。まあそうだね。まあそうそうそう。いやでもね、陽介ね、やっぱさ、一人少ない状況でやっぱ勝たなきゃいけないっていう時にさ、やっぱりもう、で、ね、もう2万人近くお客さんがいてっていう時に、うん、やっぱ背負うものがもう大きすぎて、で、うん、なんだろう、退場する時に後ろ見なかったんで振り返んなくて、うん、でしたらポストの音がパーンってなったの。うん、で、観客がうわーって湧いて、うわ、入んなかったんだっていう感じ。うんうんうん、で、やっぱこう、ね、この俺のせいで、体重のせいで、ね、今日来てこれない全国にたくさんのレッズファンがいる中で、やっぱ大変なことしちゃったなっていうのはあったかな。うん、でも一生懸命練習とかしてたらいいことってあるのかなっていうのも、ね、それが入んなかったんで、そうだよ、あれだから外して最後土橋正樹のね、素晴らしいゴールが決まって、うんね、昇格決定、うん、俺多分レッツの試合ずっとここ見てきたけど、あの瞬間が一番飛び上がって喜んだかもしれない。そんな、あの時水内さん解説というか上で見てました。俺は記者席で、駒場の記者席で見てて、で記者席で一人でわーって喜んだの。みんなシーンとしてるんだよ、記者の人たち。うん、そう、なんか、いや昇格決まっただけじゃんとかってすげえ冷たく言われたんだよね。あ、冷めてんなみんなみたいな。それ当たり前でしょってこと、ね。そうそう。J1 で優勝したわけじゃないんだからっていう。で、J1 で優勝したとき、その人たち、まあ、そんなに喜んでなかったですよね。みたいなね。まあ、そんなね、時代が2000年でしたね。11月19日ですよ、あれは。俺の誕生日だから覚えてんだけどね。あの時はだから、ジェフとレッツが、前の年か。ね、高校生の時ですね。はい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 。レッツが落ちてしまってっていう、ことでしたからね。ね、あとそうそう、長澤君、正面を向けるかな、正面。長澤、そうそうそう。ぜひ、スポンサー見せるです。お願いします。ね、まあ、そんなね、話もありながら。まあ、あとさ、さっきも、駒場スタジアム、今ね、駒場スタジアムの話したんだけど、室井が小学生の時から駒場スタジアムあるわけじゃない、昔からね。はい。はい、昔の駒場って、まあ、今の駒場よりももっと小さかったし、J リーグ始まる前も、うん、もっと小さかったわけじゃない。うんうん。ね、どんなだったの、駒場って。でも、雰囲気は変わってないかな。で、小学校の陸上大会とかでよく使ってて、そう、だから、なんだろうな、僕の中のそんなイメージが、極端にこう変わったっていうのはないかなと思いますけどね。はい。だからそのバックスタンドがこう2階建てになったのはね、2階建てっていうか2階席がついたっていうのは、はい、うんうん、あそこはちょっと画期的な感じがしたんですね。まあそうですね。はい。ね、はい、長澤は、駒場スタジアムはどれぐらいやったことある試合。ああ、でも、10試合以内だと思いますけど、何試合かやりましたけど、やっぱなんか雰囲気がすごくいいですよね。うん。だよね。まあでもね、今はもう埼玉スタジアムで、うん、プレイしているわけだからね。室井は、再スタは？やってますよ。やってんだ。そうか、2001年、2002年とかからもね、できたな、あれね。そうそうそう。そう。うん。ともちゃんも。僕も、はい。2004年とか5年は、まあ、何試合か、年間のうち何試合かは駒場でホームゲームやってました。はい、まあでも、再スターだもんね、完全ホームはね。はい、再スターが主でしたね。はい。俺、再スターでまともに試合したことないもんな。なんか、OB 戦とかちょっとやったぐらいで。駒場っすね、じゃあ。そっか。もう駒場。まあ、あと国立競技場がね、またね、特別な思いはあるけどね。まあ、あとね、その、大原の話もそうだけど、だって、昔、大原、ほんとね、室井さんってプレハブだもんね。うん。そう。しかも、砂利道だったんだよ、最初。駐車場が。駐車場が。ああ、はいはいはい、はい、うん。でもみんないい車乗ってるからさ。うん。まあ、当時のね、一番偉かったチームメイトの人がさ、そうしてくれよ、つって。たら補償されたっていう。へ、これ、正弘さんでいいですか？
あ、そんな言い方、ね、放送してくれるとは言ってないけど、はい、確かにそれをみんな俺らも、砂利は勘弁してよって思ったら、そこはね、もうパパってやってくれて。まあでもね、あの大原が、やっぱり、だって今、だって隣もついて、だって食事も今大原でできるわけでしょ？そうっすよ。できます、できます。ああ、ね、そう。で、仮眠室があったりして。はい。これだから、二部練習、午前午後練習あるときっていうのは、お昼は、ここで食べるんでしょ？そうっす。いや、まあ、朝飯も今もう毎回ですね。朝飯、昼飯がマストで、一回練習でもマストっす。うん。あ、そうなんだ。はい。それちょっと、辛いなっていう話もあるんですけど。そうだよね。だって朝だと、10時からトレーニングだと、8時ぐらいにはじゃあ行って、もう食事取らなきゃいけないな。そうですね。だから若いやつとかは別に食ってすぐ動いても動けるけど、やっぱベテランはやっぱ時間置きたいじゃないですか。うんうんうん。まあ、まあでも朝は100歩譲っていいんですけど、うん。昼はね、うん。結構しんどい時ありますね。ああ、そう。うん。まあでも練習、二部練の間で、で、そういうご飯食べたらそのまま、じゃ仮眠取ったり、その場で。そうですね。もう、基本的にはクラブハウスから出るな、なんで。なんか銀行とか行きたい人は OK みたいな。所用で。紙切り、え？紙はあかんのかな？まあ大体そういうのは OK です。ガソリン入れてきて OK ですけど。なるほどね。はい。え、ともちゃんとか、室井の時は、二部連の時は、寮で紙取った？寮ですね。はい。あと、出前だったよね、ともちゃんね。出前。出前とかで、大原で出てた時も、で、トレーナールームとかで、そうだね。したり、まあ、あとは寮空いてる部屋使ってよかったんで、はい、そこで、まあ、ちょっと休んだりとか。ともちゃん、昼寝しなそうだけどね、あんまり。なんか、昼寝ってすると、なんかこう、午後動けなくないですか。うん。あるよね、そういうのね。もし取れば取るほどそうなりますよね。そうなるみたいね。そう、聞いたことある。はい。若い時はね、なんかもう、合宿中なんかでも、午前と午後の間、次昼寝みたいな感じみたいだけど、ね、やっぱ年取ると寝れないらしいね。寝れない、寝れないっすよ。長さどう？寝れる？昼寝とか。全然寝れます。あ、まだ大丈夫。はい、がっつり寝ちゃいます。まあ、あとね、でもそうやって、自由っていうか、時間の使い方ってやっぱり、いろいろあるじゃない？試合前とかでもそうだけど。うん。試合前は基本ホテルでしょ？はい。試合前何やってんのか、しょうよ。夜、泊まった時とかってことですか？うん。まあ、基本的に iPad 持ち込んで、なんか動画見てるか、うん、まあ本読むか、どっちかですかね。ほぼテレビつけないですね、ホテルで。うん。ああ、そうなんだ。一回もつけないかもしれないです、僕。はい、では、こんな感じです。長澤はどうしてるの？試合前。僕、まあ、J リーグとかが前日にやってたら夜の J リーグの試合見たりとか、うん、まあ、あとは、なんだろうな、ネットフリックスとか、ああいう映画とか見たりしてます。なるほどね。まあまあそこはもう本当ね、自由な時間だしね、個人の時間の使い方ってなると思うけど、うん、まあ長澤はほら海外のドイツでの生活もあるじゃない？はい。ね、まあドイツでの生活っていうのは、まあ日本と当然違うと思うんだけど、どうなの？やっぱその国のスタイルもそうだけど、はい、違いっていうのはどこを一番感じるの？でもドイツ僕いたのが、ケルンは最初2部のチームで1部上がったけど、そこまで、お金のあるチームじゃなかったんで、うん、前泊は2人部屋でしたね、いつも。2人部屋で。で、よくナイジェリアの選手とか一緒だったんですけど、まあ、夜も試合前も祈ったりとか、うん、まあ、なんか全然やっぱ、準備の仕方が違うんだなとは思いました。そっかそっか、ちょっと宗教的な問題でね、そこの、あれが違うもんね、全然ね、生活スタイルもね。他なんかこう、ドイツで難しかったこととかある？ドイツ、うん。まあ、ご飯とかは、やっぱり、試合前に、準備されるご飯とか、うん、試合前日に、練習終わって移動の時のご飯とかが、例えば、パンだけだったりとか、
結構、あんまりこう栄養素を考えてないんだなというか、うん、まあ今変わってるかもしれないですけど、結構そういう部分が、なんだろう、ミートソースのパスタとか、結構試合前にミートソースのパスタ重くないかな、みたいな。日本人と感覚違うなと思いましたね。あんまりその辺細かく気にしてなさそうだよね。うん、気にしてないと思いますね。気にしなくても、プレイできちゃうんだと思いますけどね。そういうことだね。うん。まあ、ともちゃんもね、海外生活、インドネシアリーグ。はい、はい。どうなの？インドネシアリーグは。どういう感じなの？インドネシアリーグ。でしょ。もうヨーロッパとか、トップのところと環境を比べたら、もう、すごいもんっていうか、まあ、そのサッカーする環境とか、まあ、食事もそうですけど、うん、まあ、一定の苦労、まあ、その通訳もいるわけでもないですし、まあ、食事のところなんかは、もうでも、ナシゴレンとか、チャーハンみたいな。はい。そんなのを、食べれるやつをもう食べるしかないと。もちろん日本食とかもあるんですけど、はい、とりあえずもう、まあ、チームでこう、全泊とかした時も、出されたもんを、食べれないのもあるけど、とりあえず食べなきゃいけないと、うん。うなぎじゃないわ。うん、なんだ、ナマズの丸揚げみたいなのとかも、そういうのとかも、でもあるもんをもう食べなきゃ、動けないなと思って、うんまあはい、強くなりましたよ。はい、そうだね。はい。これはでもその国に行かなきゃ分かんないよね。そうですね。はい。衛星行ったらやっぱそこ出されたものしか、うん、まああとスーパー行って、まあバナナとか、もう本当あれの時はもうバナナはあったんで、うん、そういうのをもう食べてやってましたね。はい。やっぱ食べないとできないんでね、動けないんで、ね。グラウンドはどうなの？ピッチ状態は。あ、もうボコボコですね。ボコボコで、もうほんと、ひどいとこだと田んぼみたいなとこもありました。もうドロドロで。白いソックスがもう、抹茶色になっちゃうんですよ。一瞬で、ウォーミングアップで。もう中学校ボールも、だから芝ですよ。芝ですけど、バーって飛んできて、べちゃって止まるんですよ。ドリブルもできないし、そういうところもありましたね。公式戦で。楽しそうだ、ね。もう、ある意味ギャグな。はい。楽しそうです。楽しかった。本当。楽しかった、楽しかった。はい。新鮮です。でも、本当それ、馬力がないとダメだもんね。そうですね。まあ、僕は3シーズンなんとか頑張って、なんかこう、自分で楽しむように、うん、楽しまなきゃこれやっていけないな、まあ、いろいろ、大変でしたけど、楽しまなきゃやっていけないなと思って、まあ、やりましたけど、やっぱこう、テストっていうか、まあ、若い選手とかがこう、挑戦しに、来てる選手もやっぱ1週間ぐらい、うん、1週間もしないでちょっとこの環境無理だなって帰ってっちゃった選手もいますからね。はい、まあそういう意味では今のこう若い選手たちもそうだし子供たちって環境がいいからね。うん、そうですね。うまい子こそいいとこでやってるじゃない、芝生、人工芝、うん、芝生っていうところで、はい、ねえ、ね、だって昔なんか室井のは分かると思うけど遠征っつったら東南アジアだったよね。うん、どちらかというと。そうですね。タイとか、マレーシアとか行って、うん、スコールって5時に雨降るんだみたいなさ。うん、よくなりましたね。ねえ、洋介とかだって行ってないでしょ、東南アジアとかあんまり、レッツでは。レッツでは行ってないですね。ねえ、ちゃん、まあ、ACL とかはね、うん、あれだけど、なかなかそういうので、行く機会って今もないもんね。ないっすね。東南アジア行くことないかもしれないですね。まあ、うん、ハートフルはね、よく東南アジアに、うん、そうですね。行かれてますけど。うん、どうですか？どこが一番良かった？やっぱちょっと、昭和初期というか、高度経済成長期、日本がこう、ね、ぐっとこう、みんなで頑張ろうっていうところと、まるで一緒なんだよっていうふうに案内されたところはバングラディッシュ。で、首都はすごく栄えてて、ビルもあるんだけど、ちょっとこう、何時間か行くと、本当に車の規制もないというか、信号がないとか、まあ、すごい場所だなっていうふうなところはありましたね。まあまあ、そうだよね。まだまだね。でも、これ、うん、ハートフルやってれば、東南アジアまだまだ行くこともあるからね。はい。トモちゃんともね、だいぶ行ったもんね、一緒に。はい、行きましたね。ベトナム、ミャンマー、タイとか。はい、ブータンは行ってないですね。俺は行かなかった、ね。ブータン危ない、そうです、はい、結構行ってんだね。行ってる。ね、洋介はどうなの？海外志向ってのあるの？
今ですか。まあ今じゃなくて、まあ前とか若い時とか。いやー、マジでなかったですね。とかなかった。はい。僕日本に住みたいタイプなんで。もうちょっと飯日本じゃないとちょっときついんです、僕。なるほど。そういうタイプだ。なんか、今思うのは選手で海外とかチャレンジできてたら、うん、いろんな意味で人の幅とかサッカー選手の幅って広がったんやろうなっていうのはすごく感じてますね。だから、うん、行けるチャンスがある人は絶対行った方がいいなってすごく思うし、うん、で、まあ、例えば家族あったとしても、今でも逆に、あ、今から行ったら、なんか子供が英語喋れるなっていいんじゃないかとか、そういうのをすごく思ったりするんで、うん、なんかいつでも挑戦してもいい場所なのかなって思うし、それがいい経験につながるんじゃないかなっていうのは、今となってはすごく思います。はい、なるほどね。まあ、今のね、若い選手はもう本当海外志向っていうかね、いつか海外に行きたいって思ってる選手が多いわけでしょ。はい。はい、でも、俺が思うに、やっぱしっかり J リーグを経て、海外行ってほしいなって思いますね。それがやっぱ日本の将来にも関わってくるかなって、うん、J リーグの将来にも。うんうん、やっぱある程度1、2年自分が試合出て、それで納得して海外行ってほしいなってすごく思います。なんか、寂しいっす、うん。すぐ行っちゃうな。うん、なるほどね。まあ、そりゃそうだよね。はい。やっぱりね、J リーグが盛り上がる、まあ、たぶんその浦和レッズがやっぱりね、盛り上がんないとね。いや、もう間違いないですね。はい。もう、だって、室井とね、ともちゃんと俺らは、盛り上げるしかないからね。うん、はい。応援するしかないからね。ないから。はい。やっぱり現役の選手たちっていうのはね、うん、そこで戦って盛り上がってもらうしかないからね。うん。うん、頑張らないとね。ねえ。はい。ということで、ちょっと時間の方がやってきたんですけども、はい、じゃあ最後に一言ずつかな、これ、皆さん今日の感想とか、あと見てくれている、まあ、子供たちやね、お父さんお母さんいると思うので、保護者の皆さんにメッセージをね、お願いしたいんですけども、じゃあ、ともちゃんから。あ、はい。まあ、今、ステイホームってことで、長く家にいる時間が多いと思うんですけど、まあ、このまじみんな今もう携帯とかで、まあ自分持ってなかったら、親の方の、スマホで見れると思うので、パソコンとかでも見れると思うので、まあいろんな人がこう、家の中でできる、リフティングとか、まあたくさんやろうと思えばやることはいっぱいあって、まあこの時期にぜひ、そういうものをテクニックっていうのも身につくし、まああとは新しいものに挑戦してもいいと思うんですよね。料理とか、まあなんか、自分でこう見つけることが大事なんですけど、そういうのを見つけて、まあそういうのをまあ必死になって一生懸命こうやってれば、まああっという間にこの自粛期間というのは過ぎると思うので、まあぜひ家族でこういろいろなことを挑戦して楽しんで、頑張ってやっていきたいと、やってもらいたいと思ってます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。いいコメントですね。はい、今ね、本当に、世の中が自粛中ですごく大変な、時期だと思います。で特にね、子どもたちはね、自分の思うようにいろんなことが、いかないこと、多々たくさんね、あると思うけど、前向きに、家でもやれることは、たくさんあると思うので、なんだろうな、まあ、勉強も大事なんだけど、本読んだり、あと体を動かすこと、家の中でできることを今我慢してやってほしいなというふうに思います。で、自粛が、終わった時にね、それが身になるように、身になったね、一回りも二回りもね、また、大きくなった、まあ、なんだろう、精神的にも、姿で、元気にまたスクール、その他、いろいろ通ってきてほしいなというふうに思います。保護者の皆さんも今は大変だと思いますけれども、力を合わせて、乗り越えましょう。ありがとうございました。あ、いい、ありがとうございます。さあ、じゃあ次は長澤選手お願いします。はい、まあ、先輩たちが素晴らしいこと言ってくれたんで、もうこれ以上ないかなと思うんですけど。ぜひ、このライブを見てくれている子供たち、まあ、親御さんと、次は、スタジアムで、一緒に、勝利に向けて戦いたいと思いますし、その時に向けて、今、練習が再開できてないですけど、しっかりと、体を作っていい準備をするので、みんなで、ポジティブに頑張っていきましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後、柏木選手お願いします。はい。もう本当に和樹言ったら言うことがなくなっちゃってる。でも、その、自分たちが何ができるかなって、今すごくずっとこの考えてて、やっぱ発信することっていうのが、やっぱ自分たちはこうやってサッカー選手であるからこう発信できるんやなって、改めてすごく感じてるので、なんか自分たちができる発信のやり方、楽しませ方っていうのをすごく考えてますし、まあ、今後、やっぱこういうことになったからこそ、また子供たち、特に浦和の地域の子供たちとかと触れ合いたいっていう気持ちがすごく増してきてます。だから選手としてできることをこの自粛終わった後に、取り組んでやっていきたいと思ってるので、まあ、スクールもそうですし、みんな、まあ、他の学校ともそうなんですけど、できるだけそういうとこに選手が顔を出して、皆さんと触れ合って、またプロになりたいとか、違う夢を持って頑張りたいっていうふうに思えるように、これからも取り組んでいきたいと思うので、まあ、この期間、しっかりみんなで我慢して、今できる楽しいことを見つけて、過ごしてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。ね、ということで、あっという間の1時間でございましたけども、皆さんね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、このライブ配信の模様なんですけども、この後 YouTube チャンネルにもアップされるということです。ぜひご覧ください。そしてこの後の15時から、3時からですね、第2部が開催されます。メンバーは、宇賀神智也選手、小木原拓也選手、森田光平ハートフルクラブコーチ、そして平川忠明コーチが出演します。なんかこのメンバーに言いたいことありますか？ちょっと小木がなんかね、心配ですね。うん、どっちに行くかっていう。そうだね。ちょっとね、若い小木原が。大江さんにラーメン作って出てきてほしいなと思いますね。ラーメン屋。はい。小木なんか、この自粛期間に、うん、新しい芸がいろいろできてるみたいなんですけどね。芸ができてる。なるほど。じゃあ、それちょっと振って、はい、振った方がいいかな。一発芸が。はい。一発芸ね。振ってあげた方がいいと思います。わ、はい、かりました。はい、じゃあ、それはちょっと。もしかしたら、宇賀神さんもあるかもしれないです、なんか。あ、そう。じゃあ、長沢が言ってたよっていうところでね。はい。わかりました。お願いします。言っときます。はい。では、こちらで第1部は終了になります。最後はじゃあ、We Are Let's で締めますか。やりますか。やりますか。はい。いきますよ。大変な日々が続きますが、浦和レッズも頑張ります。ステイホームで明るく元気に行きましょう。せーの。We Are Let's! バラバラだ。バラバラ。ありがとうございました。